はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。ワイハーイベント、このイベントね、何気に新妖怪がたくさん登場してくるので、今日はねそのあたりチェックしていけたらなと思います。そしてまずは各地ステージ1、こちら開放していきます。ステージ20でチクチクウニの必殺技でとどめ、こちらで解放することができました。今回使っている妖怪紹介しておきます。 A ランクの激ドラゴン、こちらガチャから出ることができました。技レベル3ですね。攻撃力アップです。アップ度は64ポイント、非常に使えます。育てておいて損はないでしょう。 C ランクのイーセンイッテル、ね、イーセンイッテル、ちょっと呼び方よくわからないですけども、技レベル2ですね。いい感じの舞で攻撃力アップ、アップ度は43ポイント、こちらも攻撃力アップ非常に使えますね。 C ランクの道草め、必殺技はダメージカット、技レベル1で高カードは53ポイント。 S ランクの閻魔大王、前回のイベントでゲットしました、全消しですね。 D ランクのチクチクウニ、武器民族ですね。技レベル2で中央の妖怪プニ消し、威力は29ポイント、こちらの5体でいきます。チクチクウニの必殺技がね、威力が非常に弱いので、まあ、特に技レベルが低い状態だとなかなか最後とどめ刺しにくいです。なので攻撃力アップを2体かけておいて必殺技出してやるとね、若干こう射程距離が長くなるので狙いやすいんじゃないかと思います。フィーバータイムで倒しちゃうとねカウントされないと嫌なんで、ここはやり過ごして、さあこれぐらいならいけるでしょう。攻撃力アップ2回かけます。そしてチクチクウニ行きます。おー、行ったぜ。微妙に威力が弱いんですけどね、まあそこが可愛くていいんじゃないでしょうか。さあ Y マネーは 109Y マネー。さあレベル上げていきます。さあ隠しステージ解放されました。何がいるのか。おっとこれはズキュンタだ。さあそれではおはじきバトルやっていきたいと思います。今回のメインのミニゲーム、メインのミニゲームっていうのもなんか変な感じだけどね。さあやっていくぜ。僕はタッチペン使ってるんで、まあ物差しとタッチペンでいきます。このブレずにうまく打っていきます。パーフェクト。まあ指でやってもいいんだけどね。まあそれ本当に人それぞれだよね。あーっといきなりブレた。物差し使っても思いっきりブレる。何なんだろうねこれ、ちょっとねよくわかんない。スマートフォンのこの画面の微妙な反応というか、まあタッチペンでもねこの先端の潰れ具合とかで変わってくるからね。おーいい感じ。パーフェクト。なるべくねパーフェクトも出していきたいと思いますけども、なかなかねこのビーチ姫のレベルが上がってくるとこのステージも難しくなってくるんだよね。この配置がね、このプニが動くやつとかねあるんで、なかなか難しい。さあチクチクウニ、おーいい感じ。これ結構いったんじゃないの。パーフェクト55、133Y マネー。さあレベル上げていきます。お、760、余裕で倒せたぜ。やっつけた回数は今これで14回ですね。まだまだです。ポイント80ポイント、なかなかたまりません。さあお助けの方もねやっていきます。お助けもね何気に重要です。お助けポイントでしか交換できないやつとかあるからね、そのあたりお助けもやりながらっていう感じ。なかなか結構ねこれビーチ姫たくさん乱入してくるんで、なかなかこうステージが進められないっていうね。まあイベント自体まだ始まったばっかで7月31日まであるので、まあゆっくり楽しんでやっていこうかなと思います。どっちかっていうと今回のこのワイハーイベント、まあのんびりとゆるい感じだよね。前回のあの閻魔武道会がすっごい殺伐とした感じというかね、もう横取りもありでかなりガチなイベントだったんで、今回のこういうゆるいイベントもいいよね。何気にでも
ポイント交換が報酬がいい秘伝書もあるし、なので結構ねやり込み要素はあるんじゃないかと思います。そして隠しステージに出てくる、まだねちょっと戦っていませんけども、ビーチ姫かなり強いという噂なんで、そこで結構手こずるかもしれない。さあ275ワインマネー、お1900がっつりいったね。197ポイント。それでは隠しステージのズキュキュンタやっていきたいなと思います。ズキュキュンタ、なんかよく似た妖怪いたよね。キュンタロウとかね、ウラキュンタいましたけども、ちょっとねスペック確認しておきましょうか。まずはおなじみのキュンタロウ、こちらはプリチー族の C ランク、レベル50の状態で、マックスだよね。 HP が280、攻撃が280、そして技レベル5の状態で夏希が63ポイント。C ランクなんでそんなにスペックは高くないです。そして A ランクのウラキュンタありましたね。こちらがレベル50で HP が449、そして攻撃が418、プリチー族ということでだいぶねスペック高いです。そして技レベル4の状態で夏希度が70ポイント、かなり高いよね。そして今回登場した B ランクのズキュキュンタ、なんだこれは、プリチー族だですね。レベル10の状態で HP が223、攻撃が225ということで、通常キュンタよりスペック高い。おっと落ちたぜ、やった。まずは1体目、結構ね使えそうなんで何体か落としたいなと思います。ズキュキュンタは技レベル2の状態で夏希が48ポイントということで、ウラキュンタほどじゃないけど、でもレベル上げてやればね結構使えるかもしんないよね。でもいい感じじゃないでしょうか。見た目キュンタロウそっくりですけども。さあ鉱物与えました。もう早速ねズキュキュンタ使って落としていきたいなと思います。さすがにね隠しステージで登場してくるだけあってそこそこ強いです。油断するとやられてしまうので、今までの感じだと隠しステージに登場してくるこの手の強い妖怪は種族縛りがあったんですけど、今回のワイハーイベント種族縛りないよね。隠しステージもないしボスも今のところなかったんで、そういう意味ではかなり緩いイベントだなっていう印象はあるよ。ありますね。ワイハーでのんびり楽しんでプニプニしてるよっていう感じなんですかね。音楽もなんかハワイアンの感じでのんびりとした感じでいいですね。ただこれがステージが進むにつれて、この超ワイハーリゾート、極ワイハーリゾートと上がっていくにつれて、ちょっとそんなにね緩い感じではもしかしたらいけなくなってくるのかもしれない。特に最後のねビーチ姫かなり心配ですけども、さあどうだ。おー来たぜ、ズキュキュンタゲットです。さあレベル上げていきます。見た目的にはでもそのままキュンタロウって感じするんだけど。さあ技のレベルアップです。それではいよいよ超ワイハーリゾートのボスまで来ました、オキラクーン、こちらやっていきたいと思います。ちょっとねボスなんで油断できないですね。ということでちょっと強力な暗黒神エンマ入れておきます。あとはね夏希、先ほどゲットしたズキュキュンタ入れています。さすがに強えな、なかなかゲージ減りませんね。お気楽見た目可愛いんですけども、これは何なんでしょうか。なんか浮き輪の上に浮いているっていうね、
見た目より強いよね。あんな浮き輪に乗ったままでどうやって攻撃してくるんだっていう感じしますけども、これよく見るとこのハワイのワイキキビーチだよね。あの裏の方にホテルの感じ見えてますけども、まさにワイキキビーチです。さあ攻撃力アップしておいて暗黒神エンマ出していきます。これは強力です。これは何て言うんだろう、回し消しっていうんですかね。中央にコップにが吸い込まれていく。さあどうだ、おー行ったぜ。さあ落ちろ、おー来たぜ。おきらくんゲットです。これは嬉しい。 210Y マネー、5つ星コイン、あーっといい感じ。さあレベルも上げていきます。おきらくん友達になりました。Cランク。フリチー族。さあ、いよいよね、極ワイハーリゾートまで来ました。さすがに難易度上がってきます。先ほどゲットしたオキラクーンをね、使っていきたいなと思います。ちょっとね、オキラクーンのスペックをチェックしておきましょう。フリチー族の Cランクですね。メリケン妖怪。メリケン妖怪ということで妖怪ウォッチの効果が出てきますね。そしてレベル18の状態で HP が227、攻撃が198ですね。そして必殺技はバカンス気分で HP を回復する、回復量は166。回復系なんで結構これは使えますね。ちょっと何体か倒して仲間にしておきたいなと思います。スキルはなしと。いつもバカンス気分のお気楽なアライグマ妖怪、一見すると優しそうだが自分の縄張りに入られると凶暴化するとの噂が、ということで見た目可愛いんだけどな。何なんだろうこれ。つついて遊びたくなる。お、座った。お、回った。見た目はむっちゃ可愛いです。これはね、何体かゲットするのおすすめです。まあ、強いかどうかは分かんないけどね。まあ、見た目可愛いということで。おお、回復166。まあ、回復量は微妙ですけども、必殺技のアクションは非常に可愛らしいということで。さあ、このチクチクにもね、ゲットできたらいいな。おお、やばい、やられそうだ。おっと、なんとか回復しました。さあ、ヒーバータイム入りました。さあ、ズキュキュンタ、ナツキマックス、そしてこのポンポコタヌキ、回復です。なんとか持ち直しましたね。さっきはね、ちょっとやられるかと思いましたけれども、なんとか回復で持ち直しました。さあ、おっと、まだ倒せない。さあ、ここは、好物与えます。チクチクに。ほぼほぼでも、倒して、これでもまだ倒してないのか。攻撃力アップをかけておいて、さあ暗黒神行きましょう。これでいけるでしょう。さあ回し消し、ぐるぐる回します。さあ落ちろ。あー来たぜ。 302Y マネー、特大ジャンボパフェゲットです。ここはレベル上限解放しておきます。さあチクチクウニ、友達になりました。技レベル上げていきます。